はい、皆さんこんにちは、キロンガです。今回はですね、前回作ったトレサのキーホルダーをですね、それだけでね壊れてしまったり、ちょっと見栄えがねまだまだだなってところで、ちょっと今回 UV レジンを使って、UV レジン加工をしていきたいと思います。実はですね、 UV レジンはですね1回しか使ったことないので、まあ、説明になるかわからないんですけれど、まあ、なるべく自分のやったので、まあ、綺麗にできたよってところを紹介していきたいと思いますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは、はい、ってなわけで始めていきたいと思います。今回使うのが星の雫です。 UV レジン、ですね、100均で売ってるのとは全然違って、本当にこれ強化って書いてありますけれど、本当に丈夫ですし、結構日が経つと UV レジンで結構黄色っぽくなってきちゃうんですけど、それもないです、ね、この星の雫、ちょっとお値段が結構高いんですよ。1000円はしなかったかな、1000円近くしますですけれど、やっぱね、せっかく動画にして作るんだったらちょっといいものっていうことで、はい、この、ね、星の雫を今回は使っていきたいと思います。そしてハケですね、本当はですね、女性が使うなんか化粧品のメイクなんですかね、のハケを使うといいらしいんですけれど、まあ、すいません、今回はちょっとありあわせで作っちゃいます。そして前回作らせていただきましたキーホルダーのトレサです。可愛いですね。はい、で本来でしたら UV レジンっていうのはですね、マスキングテープとプラ板とか使ってなんか滑らないようにして、まっすぐ剥がれるような、ものをの上で、UV レジンを塗るのが一番いいんですけれど、まあ、今回まだちょっとこれ1回目まだね、 UV レジン1回塗りじゃ終わらないので、はい、とりあえずこのツルツルしすぐ剥がれやすいものでまずは塗っていきたいと思います。よし、じゃあ塗るぞ。で結構まだね1段階目なので、正直この、ね、レジン液に、まあ、泡が入らないようにとかある程度の気をつけるんですけれど、この後ねまだ削って何回も繰り返してもう光沢を上げていきますので、まあ、とりあえず簡単に薄く全体に塗る感じで、あとですね、アイロンビーズに塗ると穴が開いているので、どうしてもねレジン液が下の方に落ちちゃうので、やっぱね最低でも2回は、はい、塗ることをおすすめします。はい、でこうやってねまばらになるべくね均等になるように塗ってあげて、はい、こんな感じですかね、端っこまでねレジン液がちゃんと行き渡るように塗っていきたいと思います。こんな感じかな。どうすか、ちょっとまだこれね見た感じじゃまだこれがすごいっていうことはわからないですよね、まだね、はい、まだあくまで薄く塗っただけですね。うん、じゃあ仕上げ、これ頭の方に塗って最後まばらにして、はい、それではこれで終わりにしたいと思います。今からですね、これ太陽の光とかでもできるんですけれど、結構時間がかかっちゃうので、たまたま、はい、あった家にあった UVなんだっけ、 UV レジンを固める機械がありますので、はい、それにかけていきたいと思います。なんかな、はい、それでは硬化が完了いたしました。これから使う道具の方を簡単に紹介したいと思います。まずはですね、100均でめちゃくちゃいろんな店見つけて、やっと見つけました、この、研磨ドリルっていうのかな、はい、先っちょが変えられるやつが500円で、このバリをね取っていきたいんですけど、この500円で先っちょが変えられるやつ、変えられないやつが300円で売ってましたね。なのでまあお手軽なので、うお、もっとうるさやばいやばい、ちょっとやばいやばい、なんかこれ音すごいな、ちょっと待ってくださいね。はい、すいませんでした。ですね、ちょっとここから副音声でいきたいと思います。ドリルの音を消させていただきました。なので今ね、自分の作った動画を見ながら喋るってちょっと不思議な気分でやっております。ですね、この研磨ドリルは止まって見えますね、こうやって改めて見ると。はい、ものすごい音と、すごい回転をしてるんですけれど、こうやって動画で見ると全然止まって見えますね。なんか撫でてるように見える。はい、今何やってるかっていうと、レジン液ちょっと、ね、多めに、ね、穴が塞がるように一回塗ったので、このね溢れたバリを取っています。はい、結構なんか綺麗に取れるしとか言いながら削りすぎないからいい感じですね。これ500円はねすごい安い買い物だと思います。本当にどこで買ったんだっけな、これセリアだったかな。でももう普通のセリアじゃ売ってないんです。本当になんかでかいセリアっていうか、
ちょっとマニアックなのが売ってるセリアで買いました。はい、手だけでこの周りのバリを取っていきます。はい、これで大体のバリが取り終えました。今からはですね、この、はい、もう副音声なんでね、この猛スピードで動きが速くて面白いな。一回ね、レジンを塗るとね、ピッカピカになるんですけれど、一回ね、真っ平らにするためにこうやってね、研磨で真っ平らに削っていきます。白い。めっちゃ不安。大丈夫？めっちゃ白いんですけど。うわ、こんな綺麗なトレサがどんどん白くなってく。マジか。うわ、すげえ。なんかこの世界観すげえ。白いっすね。まあ、結構ね、真っ平らなやつで横で広げながらやってるんで、まあ、ある程度これ、ね、動画で伝わりにくいかもしれないですけど、結構真っ平らになってます。ね、でもこの真っ白加減ね、さっきやってる時はね、結構やべやべやべって言いながらですね、ドリルの音もうるさいわね、私の声もうるさいわでね、結構すごい、はい、一人で叫んでましたね、確か。はい。で、ここで真っ平らの部分が真ん中届かないんで、この斜めの部分を斜めに当てて、綺麗にまっすぐにしていった場所だったですね。確かね。はい。真っ白トレサ。もうテレサトレサみたいなね。はい。感じでね。こう横もちょっと整えながら、はい。いい感じにね。はい。レジン液塗った部分が、綺麗にね、真っ平らになってきたんじゃないでしょうか。これ、でも最初ね、削ってみたときは結構引きましたけどね。白って。はい、羽の部分も綺麗に削ります。大丈夫です。ね、失敗してるんだったらまずこれが動画で上がってないってことなので、初めての方とかね、あんまこれを使ったことない方はご安心ください。それではね、裏面の方も、はい、やっていきたいと思います。はい。裏面も削っていきます。いいっすね。後乗せだから、この早送りでなんかむちゃくちゃ変な動きしてるのもゆっくり見れますね。さささささっと。はい。それでは、もうドリルは使わないから拭いていきます。ほら！ほぼ粉っていうね。いや、でもやっぱ輝きはなくなってるんですよね。結構傷がついちゃってるんで、ね、このアルコールが綺麗に拭けるんで、そういえば UV レジン液をね、ね、動画見て作ってみようかな、使ってみようかなって思った方はですね、アルコールティッシュをほんと用意してください。筆に太陽の光とか浴びちゃうと、レジン液が固まっちゃうので、このアルコールのティッシュでよく綺麗に拭いてあげると、綺麗にもう一回ね、筆が使えますので、もうぜひぜひこれはね、これも100均とかで売ってますんで、ぜひぜひ使ってください。ほんとほら、こんな綺麗になると、傷はね、よく見ると、はい、残ってるんですけれど、ね、全然ね、綺麗になりますんで、で、またさらにこっから、輝きが、うん、ある。はい、すいません、ちょっと拭いちゃいますね。はい、なので、またレジンの機械にかけていきたいと思います。はい、それでは2回目を塗っていきます。まあ先ほど説明しましたけれど、もう穴が塞がってるので結構薄めに塗ります。じゃないとほんとこの液体たっけんで。はい。じゃあ、塗った後の帳に飛ばしたいと思います。飛びました。飛びすぎました。すいません。5回ですよ。5回分。まずですね、削るのが失敗して5回分塗り直したことと、はい。で、塗った時はですね、この、メイク用のハケがね、すごい綺麗に塗れたんで、これ使いました。で、何がショックってですね、はい。まあ、拭いたり、今のハケ塗ったりしてたんですけれど、全く動画をね、ポチってなかったので、もうすでに完成してました。どうですか？光って見えますか？もう完成でーす！なんて盛り上がらない。もう、結構時間かかりましたね、やっぱりね。これ、あ、この角度いいでしょ。光って見える？光ってみます？お、輝きいいっすね。やっぱレジンはこういう加工がいい。でですね、もう一個おまけで作っちゃいました。小瓶が2個で100円で、このコルクの中に UV レジンの100均で買った方ですね。これ見た目だけなので。水色と、で、あと、この星の雫の透明な部分と、見てわかりますかね？金粉入ってます。
はい、全部100均で揃いました。あ、星の雫液ね。でコルクが取れないようにレジン液で固めて、その先っちょにですね、ピンを刺してありますので、これも一緒に入れられます。まあ、なんで青にしたかっていうとですね、トレサーの映像でですね、商人なので物を売るときにですね、青い瓶を売ってるシーンがあるので、ちょっとね、青い瓶っていうちょっと掛け合わせてみました。いいですね、これもう、はい、チャームとかは、はい、チャームっていうんですね、これ、はい、このまま差し込んじゃって使えますので、どれがいいかな、付け方もね人それぞれだと思うんですけれど、これ直接付けちゃった方がいいのかな、そうすると入んないか、どうじゃ、ちょっとやってみよう、ダメだな入んないな気づいた、入らないね、こんな感じで、はい、いてこう不器用なのがバレバレなんだよな、こういうことやってると。はい、これでどうでしょう、じゃーん引っかかっちゃった。はい、完成で、どうですか、これカバンとか携帯でちょっと重いかもしれないですけど、引っかかってたらどうでしょう。はい、これでね、UV レジン加工した、オクトパストラベラーのトレサーのキーホルダーの完成です。ね、ぜひぜひ、そんなにこだわらなければ、100均の UV レジン使えば、本当にね、コストも安くできるので、ぜひぜひ真似してみてください。それではさよなら、またねー。はい、というわけでご視聴最後までありがとうございました。で今回、トレサーを作ってみたんですけれど、もしね、皆さんにこういうの作れますかみたいなのがあって、もし自分にその能力があれば、なんかね、アンケートに答えて、アンケートじゃないね、リクエストに答えて、アイロンビーズの紹介だったりね、インスタに上げていこうかなと思いますので、もしね、気になるものありましたら、ぜひぜひ言ってください。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回のアイロンビーズ動画もお楽しみください。ありがとうございました。